皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。今週の BMSG のスケジュールをお届けします。今週もトピックスは3つです。1つ目が先週1週間の最新情報を振り返り、2つ目が BMSG スケジュール、3つ目が BMSG アーティスト出演予定ライブの情報まとめです。 この動画は b ー,ーストとマーゼル以外の BMSG アーティストのスケジュールやライブ出演情報のまとめです。b ー,ーストのスケジュールは毎週月曜日に配信中です。マーゼルのスケジュールも随時配信中ですので、この2つのグループのスケジュールに関しましては概要欄のリンクからご確認ください。では、まず1つ目、先週1週間の最新情報振り返りです。 まず、スカイハイさんの記事が3つ公開されています。1つ目が、ダイヤモンドオンライン、経営者スカイハイが語るビジネス課題への向き合い方。2つ目が、日経クロストレンド、ザ・ファーストで体験した夢がもたらす想像以上の現実。3つ目が、リアルサウンド、スカイハイ、ヨシキ、3代目 J ソウルブラザーズ、オミはどんなグループを育て上げる 続いてノベルコアくんの情報です。いよいよ明日からアイコンツアーが始まりますが、そのグッズのラインナップが昨夜公開されましたね。コアくんが今回もこだわりにこだわったというこのグッズ、今回も本当に素敵ですよね。そしてそんなコアくんのノベルコア公式 YouTube チャンネルが登録者数10万人を突破したということでコアくんがツイッターで報告してくれていました。 そして先週ノベルコアくん神戸コレクションに出演しましたけれどもそのレポの記事がモデルプレスさんから公開されていました続きましてエディーボーイですエディーボーイは YouTube にてエディーボーイーズヒアのミュージックビデオビハインドザシーンを公開してくれていますこのビハインドについてなんですけれどもいろいろと驚くような嬉しい情報をエディーボーイがたくさん教えてくれています そのうちの一つがサムネに書いたことなんですけれども、この MV の中で出てくるスケボーが、なんとなんとシュントの私物だったようで、シュントからスケボーを借りて、この MV の撮影に臨んだというエピソードが語られています。そしてもう一つシュントにまつわるグッズが出てくるので、ぜひぜひこの ミュージックビデオのビハインドは、エリーボーイのファンの方はすでにもちろんご覧になっていると思いますけれども、それ以外の BMSG ファンの方、ベスティーの方、シュントのファンの方にもぜひぜひご覧いただきたいなと思っています。はい。ここまでが先週の BMSG の主な情報です。続いて今週の BMSG スケジュールです。4月19日水曜日。 午前9時から放送されました JWave Step 1にアイルザショウタさんが生出演予定です。12時30分から12時45分頃に出演するということです。おそらくこの動画を公開する頃にはこの時間が過ぎてしまっているかと思いますので、ぜひラジコのタイムフリー機能などでお聞きになってみてください。 続きまして、20時から Hulu にてダンク Hulu 特別版の第7話が公開されます。こちら、先週もお話ししましたが、マナトとレイコとアユムイマズさんのカラオケランチの様子が完全版で公開されます。そしてダンクの Hulu 特別版に関しては、今回が最終回となるようです。 なので、一旦ダンク関連のコンテンツはお休みとなって、またどこかのタイミングで新しく再開してくるのかなと思っています。そして本日21時から、アイルザショータファンクラブにて、開設1周年記念の生配信があります。こちらはファンクラブアプリ内のコンテンツのため、ファンクラブ会員限定となっております。4月20日木曜日19時から、 いよいよノベルコアアイコンツアー2023が開幕となります。初日は郡山ヒップショットジャパンで開催されます。コアんがギリギリまで作り込んだこのツアー、どんなものになってるのか、とっても楽しみですね。 そして23時59分でチケット締め切りとなるのがスカイハイさんが出演されますデフテックダブルアップツアーゼップ羽田で開催されますがこちらのチケットが締め切りとなります4月21日金曜日18時からそのデフテックダブルアップツアーがゼップ羽田で開催されます23時59分まで フールストアにて現在配信されておりますダンクショーケース d a y 1が配信終了となります。27時15分からテレビ東京にてノベルコアくんが出演しました超音波ビビビソニックの様子が放送されます。3回連続で超音波ビビビソニックの様子が放送されているんですが、今回がその3回目となります。 先週ご覧になった方はお分かりかと思いますが、今回はコアくんとあるアーティストの方のコラボでの楽曲が披露されるようです。4月22日土曜日11時59分まで TVer にて超音波ビビビソニックの様子が配信終了となります。こちら先週の分に関してはコアくんのステージがおそらく5曲ぐらい披露されていたと思いますので、 とってもおすすめですので、ぜひこの超音波 TVer でご覧になってみてください。そして17時からスカイハイさんが出演されますクリーピーナッツ日本語ラップ紹介ライブ2023が日比谷野外大音楽堂で開催されます。19時からノベルコアアイコンツアーこの日は岐阜のクラブ g で開催されます。 23時から J-WAVE にてスカイハイさんのダイブトゥザニューワールドです23時59分までフ u l u ストアでダンクショーケース Day3 が配信終了となります4月23日日曜日24時から FM802 でスカイハイさんのダイブトゥザニューワールドです4月24日月曜日14時台 ベイ FMIT にアイルザ翔太さんがスタジオ生出演します。4月25日火曜日、15時から配信開始となるのが、スカイハイさん出演のライブ、クリーピーナッツ日本語ラップ紹介ライブ2023。こちらはライブと同時に配信もあるんですけれども、そちらのアーカイブ配信が4月25日火曜日の15時から始まるということです。 5月7日までご覧いただけます。21時からはブロック FM にて、アイルザ・ショータプレゼンツ、愛のステーションです。4月26日水曜日、23時59分でチケット締め切りとなるのが、アイルザ・ショータさん出演のラッキーフェス、国営日立海浜公園で開催されます。こちらの2次先行販売分です。はい、今週のスケジュールは以上です。 続いて BMSG アーティスト出演予定ライブ情報のまとめです。今週も緑色のアンダーラインのところを中心にお話ししていきますので、それ以外必要な方は各自ご覧になってください。まず4月29日土曜日ですが、新しい出演情報が発表されました。ノベルコアくんが出演しますが、ナイロンジャパン 19th Anniversary Party ゼロ東京で開催されます。 こちらチケットは4月28日まで販売中です。続きまして5月3日と4日のところを緑色に色をかけているところですけれども、ビバラロック2023の配信が今年もあるということが昨日発表されました。ビバラオンライン2023。こちら出演日と同じ日に配信がありまして、その後アーカイブもあるという流れになっております。 まず5月3日に出演するのがスカイハイさんとノベルコアくんですが、このお二人の配信は5月3日当日にまずあって、そこからアーカイブをご覧になれる期限が5月9日となっています。そして5月4日なんですけれども、5月4日は、 ビバラロック自体には b ー,ーストとアルザショ翔太さんの出演が発表されていますが、現時点でオンライン配信をされるのは b ー,ーストのみとなっております。このオンライン配信に関しまして、出演予定者がアンドモアになっていますので、今後アルザショ翔太さんの出演が発表される可能性もありますが、現時点では5月4日の配信は b ー,ーストのみとなっておりますので、お気をつけください。 ビーファーストのオンライン配信は5月4日の当日から5月10日までとなっております。こちらのチケットに関しましては、現在早割り期間中でして、4月30日までに申し込めば、1日券が2500円、5日券が5000円となっております。1日券と5日券の2種類のタイプしかないので、2日ともご覧になる場合は5日券をお求めいただく必要があります。 はい。そしてそんなビバラロックですが、一つ下のところですね、5月4日木曜日なんですけれども、スカイハイさんの出演も昨日発表されました。ただ、スカイハイ単独としての出演というわけではなくって、ビバラ J ロックアンセムズというグループの中に、スカイハイさんがゲストで出演するようです。ディオスや僕のリリックの棒読みの田中さんと一緒にステージに上がるようで、とっても楽しみですね。 ただ、こちら現地のタイムテーブル的にはビファーストの直後になるようなので、現地に行かれる方はお気をつけください。はい。では次のページに行きます。次のページも緑色のアンダーラインを引いているところですが、5月14日日曜日、ラブシュプリームジャズフェスティバルジャパン2023。こちらチケット5月13日18時まで一般発売中です。 ただ、残りが少なくなってきているようで、指定席の前方はすでに完売となっておりますので、ご検討中の方はお早めのお手続きをお勧めします。そして、5月21日日曜日、アイルザ・ショータさん出演の神戸メロークルーズ2023。こちら、チケット5月18日の18時まで一般発売中です。 はい、続きまして3ページ目ですけれども、こちらは特に先週から変更となった点はありません。8月19日と20日に開催されるサマーソニックについてなんですけれども、チケットは現時点でまだ販売中ですけれども、徐々にチケット残りが少なくなってきているようです。特に東京についてチケットの残りが少なくなってきているようなので、その点ご注意ください。はい、以上です。 前回のアイルザ・ショウタさんのラジオ番組愛のステーションの中でアイルザ・ショウタさんが今年はライブに出演しまくるみたいなことを言われていたのでこの BMSG のライブ情報っていうのはまだまだこんなもんじゃないんだろうなというふうに思っています4月5月のスケジュール量とそれから先のスケジュール量っていうのが全然見合わないんですね 本当に4月の末から5月いっぱいにかけてとんでもない数のライブ出演があるんですけれどもそこから先の情報っていうのがまだ分かってきていないのであのアイルザ翔太さんの口ぶりだったらアイルザ翔太さんだけでもかなりの数出演がこれからまた発表されてくるんではないかなと思っています これから本当に BMSG アーティストのライブが多い時期に入ってきますけれども、そこからまた夏にかけて怒涛の出演ラッシュという風になりそうな予感がしています。はい、以上です。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。